市民公園会場にご参集の皆様、改めましてこんにちは。ただいまご紹介をいただきました水と緑とボートの町、愛知県愛知郡東郷町というところから参りました西部ワイガイと申します。昨年初めてこの四日市の、会場で演舞の機会を頂戴しまして、とっても楽しませていただきました。今年も昨年同様にですね、いっぱい皆さんと共に楽しませていただきたいと思います。作品のテーマとしてお持ちしたのはですね、私たち愛知郡東郷町に伝わる水にまつわる民話でございます。去年ねこの後の時間からパラパラと雨が降ってきちゃったんですけどね、初めにごめんなさいって言っておきます。この民話は水にまつわるもので雨乞いのお話なんですね。降ってきちゃったらごめんなさいなんですけども、私たち今年1年間この曲で踊らせていただいて雨が降ったことは地元で開催したお祭り以外は全くございません。そんなことで今日は降らないと思いますんでね、どうか一緒に楽しませていただきたいと思いますのでご覧ください。それでは参ります。ガシンガシン31万2585人、四日市市民の全ての皆様、またここでお目にかかった全ての皆様に感謝、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。